今日も毎日動画始まります。2020年11月19日木曜日、皆さんおはようございます。そしてお誕生日の方もおめでとうございます。私は少し前すごく落ち込みがちで、いろんなことにへこんだりしていました。そんな時にマザーが、私も落ち込むことがあります、でもそんな時は自分に言い聞かせて、仕方ない、終わったことだ、次は気をつけようって思うんですよ、とそんな風にお話ししてくださいました。尊敬するマザーでもそんな落ち込むことがあるんだと思ったら、私の落ち込みはちっぽけなことのように思えて、私も失敗をしたら次に切り替えること、そこから学んだような気がします。皆さんもたとえ失敗したとしても、切り替えて次はしないようにしようって思えばいいんじゃないかな。私もまだまだ失敗ばっかりです。一緒に頑張りましょうね。それでは今日のプチ占い、今日は緑色のものを見つけてみて。緑色のものを見つけられたらラッキーです。今日一日爽やかな気分で過ごせそうです。今日も健康に過ごせるように、手洗いとうがいをしっかりして楽しい一日にしていきましょうね。本日のスケジュールはこちら。それでは今日も一緒に頑張るぞ。